皆さんこんにちは、アスピト投資クラブです。今日はですね、3231野村不動産ホールディングスの動画解説をしたいと思います。この銘柄1月の31日場が引けた後ですね、第3四半期の決算を発表しまして、業績がですね好調ということで、翌日2月1日にですね出来高を伴って反転してきてますね。で、チャートの形としてはですね、1月の後半ですね、一度出来高を伴って上げて、その後調整して抜けてきてますんで、三角持ち合いですね、の形を抜けてきてる形になります。でなおかつ地高線もですね、雲を抜けてきてるところからですね、動きはね、ここから流れが変わるんではないかなと思われますね。で一度10月25日からですね、11月24日まで下げた後、一回12月1日は1200円超えたところで一回頭打ちして、1月の後半もですね、1200円超えたところで頭をしてましたけども、そこを出来高が伴って抜けてきてるんでですね、動きは軽くなるんではないかなと思われますね。ですから雲の上限からですね、ちょうど2月1日のこの終値のこの間ですね、今日でこの陽線の間であればですね、買い目線でいいんではないかなと思われます。で最初ターゲットとしてはですね、10月25日の高値1344円というのがありますね。でちょうどこの1070円からですね、1200円をちょっと超えたところから押して抜けてきてますので、アバウトでこの N 計算値をですね、計算していただくと、ここで1030円ぐらいありますからね、そうするとここに1030円足すと1300円をちょうど超えたところ近辺ですね、そのあたりが最初この1300円から1340円あたりがですね、最初のターゲットになるんではないかなと思われます。でそこを抜けてくるとですね、昨年の8月1日の高値1470円ですね、もしくはこの急落した時のこの窓埋めですね、8月のこう前半でこう窓を開けて急落してますので、ちょうど窓埋めするとこですね、1400円を超えてくるところ、もしくはこの1400円を一回切ったところですね、1340円ちょっと超えたところになりますけれども、1400円あたりがですね、次のターゲットになるんではないかなと思われます。で下がってきたとしてもですね、雲の上限あたりがね、サポートしてくれればね、問題ないですけれども、この基準線を下回ってくるとですね、せっかく一回調整後抜けてきたところをですね、基準下回るとですね、この前それを全部否定する形になってしまいますので、当然ロスカットをね、考える必要が出てくるかと思います。では以上で野村不動産ホールディングスと動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。